ったく、何が成果だ。折り紙で弾が速くなるかよ。なんだ今の感じ。肩が、いや体全体も今までにないぐらい軽い。どう、あんた4日もボール逃げらなかったなんて初めてでしょ。実はね、あの折り紙自体には何の意味もなかったの。何？まず私があなたに感じて欲しかったのは、肩や体を休めるのも重要なトレーニングの一つだということよ。よっ。あなたは今成長期の真っ最中。自分のコンディションを管理して計画的に練習していけば、ほっといても球はどんどん速くなるわ。でも今までみたいなやり方してたら、近い将来あなたは必ず故障します。焦って無茶したくなる気持ちはわかるけど、私は絶対あなたを兄さんの二の前にはしたくない。あなた自身のためにはもちろん、父や静香、兄さんの死のトラウマから解き放つためにも力を貸してちょうだい。